おはようございます。漫画原作者の橋本海です。本日は3ヶ月で読み切り漫画を描こう一旦の最終回ということになっておりまして、僕がどういうふうに作画をしていたのかっていうものをお話をしていきたいなと思っております。これは真似しないでほしいなというようなお話もしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。作画について基本的なことを、まずは手順ですよね。下書き、ペン入れ、そこから先は仕上げですね。ベタとか修正とかトーンとかいう部分になってくるんですけれども、漫画の編集部の方々ともお話をしていて言われるのが、ペン入れが終わったら 80% 完成というふうに聞かされることが多かったです。実際にはですね、仕上げの部分結構あるじゃないかって思うんですけれども、やっぱりペン入れっていう部分は時間がかかります。人物だけ入れるのにも僕は1ページ2時間かかってましたし、さらにその後背景とかも入れるってなったら、トータルでペン入れだけで原稿に3時間半ぐらいはかかるみたいなこともありました。そんな状態なので、ペン入れさえできていればですね、場合によってはそのまま原稿が雑誌に載って単行本で完成させればいいやみたいな出来事にもなるっていうこともあり得るらしいので、それだけはですね何とも言えないんですけれども、ペン入れが終わった段階だと、あとは 20% 頑張ればいいんだという救いみたいなもんがありますよね。そういう部分を意識しながら書いていただければなと思います。これからどういう風に作画をすればいいのか悩んでいらっしゃる方っていうのはいっぱいいると思うんですけれども、原稿の使い方さえ間違ってなければ、あとは何をやってもいいっていうのが僕の結論ですね。なので漫画ってこういう風にやんなきゃいけないのかなとか、いろいろ悩むと思うんですけれども、とりあえず原稿用紙の使い方だけ押さえておきましょう。これはですね、普通に紙のアナログ原稿だと商業用原稿っていう B4 サイズのものが売ってますから、それを買うだけでほぼ OK と言えるでしょう。でアナログの方はですね、投稿したい雑誌とかに原稿サイズ、ピクセル数みたいな細かい規定も載ってますので、それを見ながら使ってらっしゃる漫画を作るためのソフトウェアに原稿の用紙設定っていうものが最初にあると思うので、そこに正確に数字を打ち込んでいけば OK ということになると思いますんで、そこを守っていただければ、あとはもう好き放題書いていいよということになると思います。ではですね、僕がどのように好き放題やっていたかっていうものをこれからお見せしたいなと思います。まずはこちらですね。これは何かと言いますと、僕アナログで原稿をやっていて、最終的にはデジタルで仕上げるみたいなことをやっていたりしたんですけれども、まずそのアナログ部分でこれを使ってたんですね。これは何かと言いますと、先ほども言いました商業用の B4 サイズの原稿用紙です。それにトンボっていう薄い線が載ってるんですけれども、それを全部なぞったものになります。1ミリ単位でここにですね、メモリが入ってるんですが、そのメモリも数字も入れて全部なぞったものになります。これをどうするのかって言いますと、台紙にしてここに B4 サイズのコピー用紙を乗っけて上下をテープで留めます。テープは後で剥がしますので、剥がしやすいように補強をしてあります。これを使って小回りをするんですね。下書きっていうものを基本的に全部コピー用紙にやっておりまして、小回りをする時に左右が同じ数字のところに行かないと平行の線になりませんし、縦も垂直の線にならないので、なぞってですね小回りをピチッとしていました。もちろん小回りをする時にはこれをですねトレース台に乗せて、下から光を当てて透かしながら小回りをミリ単位で合わせてやっていたという形になります。僕の場合はですね、1段目2段目みたいな間の部分は横線は7ミリ、縦線は4ミリでやってました。で小回りをした後はセリフとか絵とかも書いていきます。それをやったものがこちらになりますね。こういう感じでですね、もう人物もセリフも背景もですねピチッと書いているんですね。こういう形でもうあとはこれをなぞればいいみたいなレベルまでしっかりと下書きをしていました。この後下書きが終わりましたら、新品の原稿用紙をここに重ねてトレース台で照らしてなぞっていけば、原稿用紙を消しゴム掛けすることなくアナログでペン入れが終了するということをしていたんですね。僕はあの消しゴムのカスっていうものが嫌いでですね、そもそもブロックの消しゴムを持ってないんですよね。全部練り消しでやってました。この形でやりますと、下書きで消しきれてなかったとしても原稿用紙にはそもそも出ないので問題ないんですよね。下書きを消すっていう作業工程を一つ減らせるというの利点もあって、こういうやり方をしてました。先ほどの下書きを下に引いてトレースをしながら下書きをしたっていう原稿がこういう感じになります。ここのページはちょっと見開きなんですけれども、あとはこれを取り込んでパソコンの中で修正をして、
あとトーンを貼ったり、単純にベタ塗りをすればいいみたいなところはですね、こういう感じでやっていて、でここまで書き込んでいるのはパソコンでこういう細かい作業をするっていうのは僕ペンが乗らなかったので、ここまでペンで書いてますけれども、目の形とか顎の線とか重線っていうんですけれども、重線だけを引いて細かい書き込みとかは全部パソコンでやるよという先生もいらっしゃいますし、僕も一部そういう風にやってたっていう部分もあります。こういう特にですね、細かい線とかはですね、パソコンでやった方が綺麗に印刷に出ると思うんですけれども、僕はアナログで入れてましたね。はい、あとパソコンでもこういう効果っていうのは出せるかと思うんですけれども、この背景の部分は筆ペンでガガガッと書いた部分になるんですが、こういう効果もですね、アナログならではの味っていうものが出るかと思いますので、フルデジタルでしか勝たんみたいな方もいらっしゃるとは思いますが、一旦アナログにもチャレンジしてみると、後にですねフルデジタルに戻るということがあったとしてもヒントになるかなと思いますので、アナログもぜひですね遊びでもいいのでやってみるのがいいかなというふうに思います。そしてこちらがですね、フルアナログでやっていた時の原稿になります。これはですね、トーンとかめちゃくちゃ貼りまくってるんですよね。特にこのページはですね、原稿の上にトレーシングペーパーっていうものが貼ってあるんですけれども、貼ってある理由っていうものは、セリフの吹き出しの中まで絵が描いてあって、写色だけ白抜きしてある表現があると思うんですけれども、それを担当さんに指定して写色を打ってもらう時には、アナログの原稿の場合はこうやってトレーシングペーパーを貼って、その上にセリフを書く必要がありますので、この部分はそうしてます。ちなみにですね、この原稿のシーンは以前妻の職場の仲間にお尻のこだわりが強いと言われていたシーンの絵になります。その横はですね、胸にこだわってみたシーンみたいな、何かこだわりを見せるとそこの作画っていうものは強くなるのかなというふうに思っていて、実際に持ち込みに行った時もここのシーンいいねっていうふうな評価を得たので、何か一個こだわりを入れると目を引くシーンになるのかなというふうに思います。という感じでですね、僕自身が作画をしていた時はああいう風に作画をしていました。下書きを残すこともできるという利点もありますので、アナログを併用していらっしゃる方はですね、消しゴム掛けっていうのはどうしても原稿用紙際立って仕上げの作業の時にペンが引っかかるとかですね、ベタがにじむなんてことにもなりかねませんので、消しゴムを掛けるっていうものを避けた方がいいのかなと思います。特にですね、下書きって何度も書き直すじゃないですか。その書き直すたんびに原稿用紙に黒く残ってしまうみたいなこともありますんで、そういうことを避けるためにも別の紙に下書きをした方が僕はいいのかなというふうに思います。では最後にですね、真似してはいけないよというものをお見せしたいなと思います。こちらですね、これは僕がコミティアで出した漫画なんですけれども、これが仕上げ前の原稿になるんですけれども、違い分かりますかね。下書きには背景が入ってないんですよね。どういうことかと言いますと、僕めんどくさくて人物しか下書きしてないんですよ。で、人物のペン入れをした後で定規で一発書きで背景入れてるんですよね。なんでこの下の方とかはですね、人物と背景が重なっていますんで、めちゃくちゃ修正とかペンで塗り塗りしてますね。モコってなってるんですけれども、コミティアだからいいやみたいな手抜きをしていたんですけれども、これ本当に良くないです。僕はですね、もう自分の背景を書くパターンっていうものが自分の中で分かっていて、めちゃくちゃ時間がなくて、しかも手癖で背景の描き方も慣れてきたっていう状況だったんで、こういうことをやったんですけれども、新人の方は特にやらない方がいいですね。こっちのページなんか特にひどいですね。こうやって女の子がバーッと立ってて、男の子が待ち合わせ場所に来るっていう絵なんですけれども、こうですね、完全に下書きなしで一発書きで、特にこの右端のレンガっぽい建物なんか、定規を縦にスライドさせながら、太いミリペンと細いミリペンと持ち替えながら1回の定規のスライドで書いていくみたいなことをしていたので、それっぽく見えるだけでパーストがめっちゃ狂ってるみたいなことになりますんで、こういうことは真似しない方がいいかなと思います。ただコミティアに出すっていう作品でどうしても間に合わないよみたいな時にはですね、許される可能性もゼロに近いけどなくはないみたいな感じ。もちろん僕もですね、これコミティアだったんでこういうことをしたわけであって、担当編集さんに出すような新人賞狙いの漫画ではちゃんと下書きは背景まで入れてました。なんでこういうことをやるとあんまりスキルが身につかない。ただ大胆さっていうものは身につくかなという可能性もありますので、一遍やってみるのもなしではないかもしれないですけれども、本気で出す新人賞っていうものにはちょっと取り入れない方がいいかなというふうに思います。これはですね、最終的には本として売ったんですけれども、お話の内容
用のおかげで意外と評価は良かったですね。ただやっぱり背景はですね、ちゃんと下書きした方が偉いなというふうに思いますんで、真似しない方がいいかなというふうに思います。という感じで僕は作画をしておりました。こういうこともいろいろ踏まえまして、最低限原稿用紙の使い方だけは守っていただければ印刷はしてくれますし、新人賞に出しても受付はしてもらえます。これパースめっちゃ狂ってるよねみたいなことになってもですね、とりあえずこれで受け付けますみたいな感じで、原稿用紙がちゃんと使えてれば見てはもらえるというところまで持っていくことはできるかなと思いますんで、あとはどれだけどこかの箇所に熱を加えるみたいな感じですね。さっきの僕が真似しないでねって言った原稿でもですね、女の子の髪の毛のウェーブ係、帽子の編み込みの柄とかですね、結構力を入れて描いたりしたんで、そういう部分にですね、目線を持っていくみたいなことにもなります。細かい部分をごまかせるっていうのもありますんで、そういう風なやり方でどこを見せたいかに重点を置いてそこを描き込むということで、他の周りの部分がちょっと雑でも見てもらえるというようなテクニックもあります。そういったですね、作画の細かいテクニックなども今後お話をしていけたらなと思いますので、このお話面白いなと思われた方はチャンネル登録やいいねボタンを押していただければとても嬉しく思います。それではまた次回の動画でよろしくお願いいたします。橋本海でした。